はい、ということでホルモン弁当でーす。美味しそう。どうも、柴です。今日はですね、デカ盛りお弁当のコーナーです。今日行くのはですね、焼肉屋さんがやってるデカ盛り弁当のお店、満腹リッチさん。そこでね、今日は何食べようかな。唐揚げ弁当もいいけど、ホルモン弁当もいい、迷うから行って決めます。ということで行きましょう。さてさて行きましょう。今日は何にしようかな、迷うね。ということで行くのはここやで。どれにしよう。カルビハラミ弁当とかめっちゃ美味しそうやん。今日唐揚げ弁当はめちゃめちゃ大きいんですよ。あーけどホルモン食べたい。ホルモン弁当ないぞ。どこ行った。あ、煮込みホルモン弁当あった。ご飯特盛りの煮込みホルモン弁当行こうかな。すいません、この煮込み、あ、売り切れか。てっちゃんがもうないんですね。あー、なるほど。じゃあ煮込みホルモン弁当の特盛りでお願いします。煮込みホルモンの特盛りです。はい、それでお願いします。はい、840円です。はい、熱い、めちゃめちゃ熱いわ。マクドも食べたいな。あかんあかん、注文したから。こんなんしてるからデブになんねんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、泥棒しちゃうとか。ありがとう、ゲットです。特盛弁当、多分ね、これね1キロぐらいある。早速車に戻って早く食べよう。早く食べよう。僕顔面でかすぎてさ、これさ、スマホで撮ってるからさ、顔面収まらんねんけど、これどういうこと。よし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 、入った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 。ちょっとだけ涼しいと思います。暑い。ということで買ってまいりました。ちょっとね、火が向けへん方にした。あ、めっちゃ美味しそうな匂いしてる。やっぱ様子おかしい。うわー、ちょっと待った、やばい。ホルモン汁が漏れとる。ホルモン汁が大量に漏れとる。あー、めっちゃ漏れてる。結構つゆだくに入れてくれてる感じなんや。よしよしよし、よかった、上と手しあって。じゃあ食べていきましょう。では開けていきます。いざいざいざ出陣。お、だいぶ酔ったな、僕。だいぶ横向けたな。だいぶ寄り目になってもうたわ。けどめっちゃ美味しそう。お弁当あるあるですね、これ、完全に。はい、ということで、ホルモン弁当でーす。美味しそう。では、いただきます。ということで、ホルモン弁当。うわ。うわ、プルプルこれ。めっちゃ美味しそうやん、これ。よだれ出てきた。ホルモン煮込み、めっちゃ美味しそう。ほんまにいっぱい入ってる。じゃあまずこれからいただきます。いやうますぎやろこれ。うますぎやろこれ。これ美味しすぎ。ちょっとね、ピリ辛煮込みなんですよね。でもすごいトロトロで、何より臭みが全然なくて、めっちゃ食べやすいです。うん。で、ここにキムチもおって。キムチも結構な量あるやん。最高。で、ご飯もね、なんやかんや言いながらかなりボリュームあるからね。持った感じね、1キロ終わったね。うん。うん。うん、うん、これ最高やな。めちゃめちゃ美味しいやん。あのですね、ピリ辛やねんけど甘口やねん。だ、甘ピリ辛みたいな感じ。このご飯にかかったこのタレがもうめちゃめちゃ美味しいよ。おホルモン苦手な人でも食べれちゃう。絶対食べれるよ。ものすごい食べやすいですね。これ人を選ばん。で、煮込んでるから、このね、脂身が多いじゃないですか、ホルモンって。これ脂がね、全然しつこくなくなってる。めちゃめちゃ美味しい。
ちょっと僕にはピリ辛かも。あ、ここに唐辛子おるよね、これ絶対。これだけ単品で持って帰って酒のつまみとかめっちゃいける。いや、これお弁当屋さんのホルモンのクオリティじゃないっすよ。確かにいろんな部分が入ってるから部位部位で香りも違うし、楽しみがいがいろいろある。ただしばはね、最初にね、貴重な貴重な煮込みのタレをだいぶロストしたんでね、みんなまっすぐ持って帰りましょうね。やっぱりお弁当ってさ、家に持って帰って食べるのもいいけど、やっぱ出来たてをこの車で食べるこの感じ、じゃあ店行けよっていう感じやねんけど、そうじゃないねんな。その車で食うものが美味しい。うん、ビールだったら最高やね。捕まるって、うん、いや、これはね、ぜひともみんな食べてほしいね。美味しいですよ、すごい。ちょっと見た目がね、すごい汚くなっちゃってすごい申し訳ないねんけど、まあこんなもんでしょ。うんうんうん、いや、ほんまにいいな、これはリピート確定ですね。結構ね、あっさりいけるんですよ。この煮込みがこってりしてないから。土手焼き風とかあんな風になってると結構こってりしてくるじゃないですか、ホルモンも。さらっとしたタレで、タレっていうか煮込んでるからすごい食べやすい。うん、米と相性抜群やで。うん、今日は伊右衛門の京都ブレンド、香ばしくて軽やか、京都茶匠の琥珀色ブレンド、あ、美味しい。いや、車が暑いわ、それでも。車が暑い。今ね、外気温がね、見て、37度。めっちゃ暑いで。絶対変態よね、僕。こんなとこでこうやってカメラ撮ってるって。絶対変態よね。じゃあ、家で食べようか迷ったんですよ。迷ったんですけど、やっぱりここで食うのがうまいなというのと、あと今日究極に腹が減ってたんで、家まで持たんぞということでね、ここで食べちゃいました。これここで食べて正解やわ。うん、ハラミ食べようか。何食べてほしいかな、ぜひともコメントお願いします。唐揚げはすごいよ。あ、お弁当屋さんって言ったら揚げ物がすごいとこって結構いっぱいあるじゃないですか。まあ揚げ物メインですけど、こういってね、ちょっと変わったお弁当っていうのはね、すごい新鮮味があって嬉しいですよね。なんか揚げてないから若干の健康説も出てくるしね。だって煮物食べてんだよ今日。ホルモン煮込みが煮物やからね。わかる？ヘルシーだよ。うまっ。美味しかった。もう一個食べれるな。もう一個食べれるけど、今日また夕方ご飯食べに行くから、こんぐらいにしていきたいと思います。もうちょっとボリューム的には。普通の弁当から比べたらだいぶあるよね。セブンイレブンの弁当から比べたらだいぶあるけど、腹ペコの状態できて正直超お腹いっぱいになるかって言ったらそれはならん。これもうほんまビールとこれホルモンだけって売ってないかな。これほんまにね、家帰ってね、酒のあてになる。これネギいっぱい切ってね、こうバーンって気分でニンニクとかもいいかもしれない。ということで、本日の芝デカ盛りお弁当屋さんに行ってみたでした。ぜひとも皆さんね、概要欄に住所多分載せてるんで見てください。いつもね載せてるんでね、下を見てほしいね。いつも概要欄に載せてるんで。はい。いやーけどな、困ったのか、これ外で食う場合はほんまにウェットティッシュいるよ。マジで手ベトベトだから。手がホルモンになってるわ。ということで、本日もありがとうございました。またどこかのお弁当屋さんで会いましょう。じゃあまた。バイバイ。後ろめっちゃ荷物積んでるでしょ。前、バーベキュー行ってそのままもう置きっぱなし。車が倉庫になってる。
あるよね。